どうも。はい、今回ですけども、今日ですね、また、アパレルの方を買ったんで、そちらを紹介したいと思います。はい。で、まぁ、ちょっと今回の商品に関しては、動画にしようかしまいが迷ったんですけども、まぁ、一応せっかく、買ったんで、紹介したいと思います。はい。で、今回ですね、冬に向けて、ちょっとフーディーを買ったんですけども、まぁ、ちょっと最近、物価上昇で、まぁ、いろんなブランドが、まぁ、値上げだとか、されてるのが多いかと思うんですけども、まあ、だんだんパーカーとかでもブランドもののものを買ってしまうと3万円以上ですとか、まあ物によっては1万円以上のものもあったり、まあいろいろバラバラなんですけども、まあそれなりのブランド買おうと思ったら結構やっぱね、お値段するんで、ちょっと高いなっていうことで、で、ただまあ、まあ、毎年毎年ちょっと新しいのが欲しくなっちゃうんで、なんかコスパがいいのないかなと思ってですね。で、ちらほらちょっとネットサーフィンして、見てたんですけども、まあ、その中で、まあ、あ、値段手頃だな、これどうなんだろうって思う、ちょっと気になるブランドがあったんで、そちらを今回買ってみました。はい。で、今回買ったのがですね、こちらになります。このなんか、シテンっていうブランドですね。これ全然自分知らなくて、たまたま、ゾゾタウンか何か見てたらあって、一応これユナイテッドアローズがやってるブランドになりまして、一応なんか D2C ブランドっていうか、なんかそういう書き記載がありましたね。はい、もう直接、ユナイテッドアローズが企画販売とか、企画制作して売ってるっていうようなものになるんですけども、全然知らなくて、まあこれ、商品ページ見るといろんな、今風な、シルエットしてたりですとか、で、価格の割にはなんか凝った作りになってんなぁと思って買ってみました。はい。お値段が8000円ぐらいなんですよね。1万円しないぐらいなんですけども。はい。こちらを買ってみました。で、ちょっと早速開けてみましょうかね。はい。一応この視点っていうのが一応まあ、こういうアパレルですとか雑貨でとかとか、そういったのを扱ってる、ブランドになるんですけども、こんな感じですね。はい。こちらになります。結構ビッグシルエットで、ちょっとなかなか、ちょっとこれ、持って、なかなか紹介するの難しいんで、まあ、特徴的なのが、ちょっとこのパーカーのこの後ろになんかジップがついてるんですよね、これ。こういうふうになんか割れるようになってて、洒落てんなと思って、ちょっと買ってみたんですけども。はい。ではちょっと一回、着用してみたいと思います。はい、ではですね、着用するとこんな感じになります。で、今これ私が着ているのがサイズが M になります。身長173センチの体重が73キロで M になります。M でもこんだけゆとりがありますね。もう結構大きめですね、作りは。はい。で、程よくこういうゆとりがあって良い感じですね。思ったより、まあ、悪くないですね、値段の割には。で、あとポケットも、ちょっとこういう変わってて、普通だとこれカンガルーポケットなんですけど、こういうふうに一個ずつ分かれてるっていうのと、あとは、まあ、ここにワンポイント刺繍があって、で、あとは先ほどの、これですね、このパーカーの部分が一応、実機になってね、こうやって、まあ、多分こういうふうに着ないと思いますけど、一応こういうふうにできるっていう感じですね。はい。まあ、ちょっとこんな感じになっちゃいますけども。はい。これ、シャレてんなと思って、値段の割には別に悪くないなぁ。最初写真見た時にそんなに悪くなさそうだなぁと思って買ってみたんですけども、よかったですね。まあ、フードもちゃんと、まあそれなりにボリュームあるんで立ちますし、手頃ですね。はい。これ8000円ぐらいなんですけど、かなりいいんじゃないかな。今までちょっと1万円以上のものとかいろいろ買ってたんですけども、まあ、どう、まあ何回も来てると別にそんな価値するかなと思ってたもの、思うものもあったり、多々あったんですけども、まあこれぐらいで全然いいんじゃないかな。まあ結構安いブランドですと、まあちょっと前、数年流行ってエッセンシャルですとか流行ってたんですけど、ああいうのでも多分1万2、3000円はしたと思うんですけど、それより安いですからね、これ。いや割とすげえな、ユナイテッドアローズと思ってですね。はい。ほんと無難で、カラーも結構いろいろ何色か展開あるんで、まあ一応また、概要欄に一応の商品載せておくんで、また確認いただければなと思います。意外に、安いパーカーでも全然いいんじゃないかなと思ってですね。リブもこういう風に余裕ありますし、前台場のパーカーって買った時にここがすごいきつくて、
なんか時計するときだとすんげー使いにくいなと思ったんですけど、そういうのも別にないですし、普通のビブって感じですし、あとはまあよくあるこういう裏肝ですね。はい。っていう感じで、まあワンポイントですし、無難じゃないかなっていう感じですね。はい。ではですね、こちらで以上となります。はい。どういかがだったでしょうか。まあ、なかなかですね、初めてちょっと買ってみたんですけども、まあ、無難な感じですね。まあ、値段も手頃ですし、まあ、D2C ブランドなんで、まあ、それなりに中間マージンっていうか、まあ、この会社が直接企画、販売してるんで、その分、まあ、コストかけれて、まあまあ、手頃な値段でいいんじゃないかなと思いますね。まあ、なかなか今までいろいろ、まあ、ブランドの、パーカーだとか買ってきましたけども、まあね、やっぱ今考えるとすごい高いなと思ってですね、なかなかまあ今ちょっと本当値上がりもしてるし、高いの買えないし、まあかといって中古で買いたいとも思わないし、なんか手頃なのないかなと思って、一応ネットサーフィンしたら一応まあこれがちょっと目に留まって、買ってみた次第でございます。はい。また一応まあ概要欄に載せておくんで、まあ一回気になる方はチェックしていただければなと思います。まあ本当に手頃ですね。まあ逆に安い、まあ全然安くてもさらに安くていいものもあったりするんですけども、まあよくYouTube とかでユニクロのパーカーとか GU のパーカーがすごいよみたいな動画とかもあったりするんですけども、大体まあでもメインで着るかっつったら多分よっぽど買ったら部屋着とかになるんで、まあ多少なんかそのなんていうんですかね、その多少ブランドがついたやつがいいなと思って、なんかないかなと思ったらこれに家だったって感じなんで、はい、またちょっとなんかいいのがあればまたちょっと紹介したいと思います。はい、ということでこちらで以上となります。はい、ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ではさようなら。